I'm sorry. Hey, what the hell? Dude, I really think you were important. Mate.一番盛り上がりそうなタイミングを測ってたんだ。ガリレーロケットだ。それで、それであのガリレーロケットは4機目だ。積まれてる衛星はブルームの。ああ、まったく面白くなってきた。あの衛星でデータに手が届かなくなる。いよいよその時が来たってわけだ。ブルームを叩くチャンスを伺ってたが、これで総攻撃できる。そうか、次の衛星にちょっとしたものを仕掛けて一緒に軌道に乗せればまあな。マジでイカれてるよ。天才だと言ってくれ。信じらんねえ運転しろ。ハッカースペースまで頼む。ガリレーを調べて建物を案内する。これがうまくいけばスウィートなブルームのサーバーファームとジューシーなデータが見放題だぜ。あんな大企業なら国中にサーバーファームがありそうだ。できれば一つのファームに起因して残りを見つけよう。ずっとシリコンバレーに追いつこうとしてきたデッドセックも同じ舞台に上がりたい。これだけやってきてもルシャンの狙いがわからない。何の写真は見つかる？なんだシターラ、盗み聞きしてたのか？ルシャンの局部写真が手に入れば最大限に活用できるのに。まあ、特に小さくてイボだらけならな。ははは。お前ら、やつのことだ。あそこもロンゲなんじゃないのか？やれやれ。ははは、ウケる。超良くない？いや、ヒップスターだ。スキニーコンドームしかつけないぜ。流行る前から活用を受けなかった。ガキばっかりだな。おいおい、みんなもう十分だ。親父殿がお怒りだぞ。ガリレーに着いたら電話しろ。衛星がお前を待ってる。魔法のクリッパーチップをね。魔法だが、クリッパーチップはよしやがれ。ここまでやれると思ったか？正直、ここまでやれるとは思わなかった。なあレイ、実は俺ロケット少年だったんだよ。子供の頃は夢中でさ。そう興奮するなガキンチョめ。ガリレーが知的財産を守るためのやり方は聞いてる。
一つ間違えば面倒な事態になるぞ。面倒なのはいつものことだろ。ガリレーでやること教えてくれ。まずは落ち着け。建物の図面をダウンロード中だ。着いたら教えろ。いや、マーケス、ドライブソング歌ってほしいか。いや、ラジオならもうある。気持ちだけでいい。よー、ティーボーン、ハッキングソング歌ってほしいか。もっと急げ、マーケス。南に行くつもりだ。よし、着いたぞ。建物の図面はあるが現場は見えんぞ。監視システムに侵入するか。建物の手前に検問所がある。 CCTV ネットワークが通ってるな。分かった、やってみる。ガリレーにとって空は限界ではありません。宇宙企業ガリレーのロケットブームは続いており、今日もロケットがここサンフランシスコで打ち上げられます。搭載されている衛星について、この宇宙探査会社は国家安全保障違反になるという理由でその運用目的を公表していません。
見えるぞ。こいつは奇跡だ。すげえ。援護を頼めるか。援護は任せろ。前後左右すべてな。最高だ。すごい。ガリレーようこそ。よし、まずはクリーンルームへ向かえ。環境制御装置があって精密機械だらけだ。痕跡を残すなよ。そこに何が。私たチップにはマザーボードが不可欠だぞ。この書類が正しければそこに保管されてる。すげえ。気をつけろマーカス。全体が封鎖されてて警備体制も万全だ。